今日はね、梅雨の晴れ間という、ていうか途中からずっと晴れ間ばっかなんで、いつもの淡路サービスエリア、ちょっと写真でも撮っていこうかな。まあここは本当に何度も来てるんですけどね、天気がちょっと微妙だね。 PL フィルター上がったらなんとかなるけど、それもなし。今日すごい暑くて、せっかく風呂入ってきたのにね、汗かいちまに汗だくでございます。風呂入った意味なかった。いつもここでねバイクの写真撮るんですけど、今日は1台しかいませんね。いやー暑い。そんなわけで出発していくんですけどね、日差しが強いな。ガスってるんだけどね、綺麗に晴れてくれればいいんだけど、今日は最後まで走り切らなくていい仕事なので、まあ眠たくなったら寝たらいいんだけど、あらばじゃね、まあそれでも暑いぐらいまでは走っていかないと次の日の到着が見越せなくなるので、まあ淡路島から次なんで500キロぐらいかな、頑張ってまいりましょうか。チューネオダッキーです。ちょっとね風がものすごく強くてね、車が揺れてるぐらいなんですが、雨は降ってないんですけどね、今年梅雨入りしてしばらく雨結構来ましたけどね、それから全然降らないんで、まあ降らない方がいいっちゃいいんですけどね。そんなわけでね、まあ今日も Vlog スタート、ちょっと手抜きのちょっと手抜きの Vlog ですが、Vlog スタートっていきましたがね、あのね、で今日はこのカメラ、これね、キャノン F1 ですね。まあ私の自慢のオーバーホール済み、の状態の良い、F1 ですが、それでねこのフィルム、メトロポリス東京、これ北村さんとねロモグラフィーがね、提携して作って販売したフィルムになると思います。これね高橋のカメララボさんからね、の高橋さんから提供いただいた、フィルムになります。高橋のカメララボさんはね、まあ、行った方もあると思いますが、一応リンクをね、説明欄の方につけておきますので、また高橋のカメララボさんのね、動画の方も、ぜひ、見に行ってね、チャンネル登録とかしていただければと思いますがね、いただきましたんでね、使ってきました。結構ね、結構っていうかね、ものすごく面白い写りをするフィルムだなって思いました。それでは動画スタートしてまいります。はい、まずね今回ね撮影を行うにあたってね、この F1 をね、チョイスした、まあ、理由なんですけども、このね、メトロポリス東京っていうフィルムがちょっと面白い特性を持っておりまして、ISO100 から400で撮れると、
100から400、まあ、100でもいいし400でもいいっていうね、まあ内容の表記なんですね。で、まあ、あの100で撮った時と400で撮った時のその表現の力っていうか表現の仕方が随分違うと、いうことでね、そのマニュアル露出をね、自在に操る、カメラ使いたかった。あとシャッターとかの精度が完璧に出ているものを使いたかったということで、オーバーホール、ついこの間ね、オーバーホールしてシャッター速度が完璧な精度が出ている F1 で、もうこれフルマニュアル仕様で AE ありませんから、もうマニュアルは自在にね、コントロールしやすいカメラになりますんで、この F1 でね撮ってきたわけです。でね、このロモグラフィーなんですけども、どうやらオーストラリアの会社みたいですね。で、このフィルムはね、北村さんと提携して作ってるみたいなんですけども、製造は中国になってます。映るかな、このね上の方にね、メイドインチャイナってねちっちゃく書いてありますけどね。パッケージはね、このようにね、あの女の子が写ってるね、可愛らしいパッケージなんですけどね。で、パッケージを開けるとね、このようなね、缶に入ってきます。この間先日ね、ライブでね、ピントが合わない、顔が映ってたらピントが合わないんだな、これ。はい。これね、こういうね、アルミのね、ケースにね、入ってくるんですね、フィルムがね。で、この中にあの、パッケージ、ビニールのパッケージに入ってて、それを破ったらフィルムが出てくるという。まあ、フィルム自体はね、パトロンではもう現像に出したんでありませんけど、でね、まあ、さっきも言いましたけど、100と400で撮れると。で、100で撮った時と、400で撮った時の色味が随分違うということなんですが、ね、北村さんのね、紹介、このフィルムを紹介するページではね、もうあの、露出系の値を100から400の数字にセットして、その数字で1本使い切れっていうような表記してあるんですね。これ、北村の写写っていうね、写真がもっと好きになるって写写っていうサイトでね、書いてあるんですけどもね、全然そんなことをする必要はないと思います。これちょっと間違ってるな、この僕は。この被写体は、深みがある写りで撮りたいとか、この被写体はさらっとした色調で撮りたいとか、そういう遊び心を使える、すごく遊べるフィルムだと思いますね。で、その感度をね、固定して撮るとね、それ意味がなくなっちゃうと思うんで、この紹介は仕方、この紹介のね、記事を作った人はどうなんって思います。でね、そこまで言い切るんだったら証明しろっていうことですよね。そういうわけでね、それを証明するための、まあ、作例を撮ってきたんですけど、とりあえず最初はね、作例をずらずらっと並べて、まあ、どんな写真が撮れるのかなという作例を、ここから作例出していきますね。はい、作例でございますが、これね、実は全部 ISO 400で撮っております。情報からね、換算してね、400で撮った方が僕の好みの写真になるなっていうことなんですけども、ただね、これ見たらわかるようにね、流浄感が全部出てます。つまり、実光感度はこれ400ないですね。多分ね、100だと思います。100のフィルムで、でもこの写真を見てもわかるように明らかな露光不足。おそらくは100のフィルムで400で撮ったらこんな感じになると。まあ露出アンダーの状況ですね。これもそうです。やはり粒子が荒れておりますね。これあのキハ47かな、ですけど、これもそうです。これも400で撮ったんですけども、やはり流浄感が荒れておりますが、かなり深みのある写真になっているのがお分かりいただけるでしょうか。流浄感は荒れてもね、シャドウ部ギリギリね、これ絵が出るんですね。つまりラチチュードはまあ広いと、いう感じでね、これもそうですが、比較的ね、そのサイドはかなり低いんですけどもね、深みがある味のある写真が撮れると思います。この写真なんかもう強烈ですよね。これどうやったらね、こんな絵になるんだっていうね、絵になってますね。で、こちらも400で撮っておりますが、こちらは先日ね、あの Vlog でね、あの撮った写真と同じアングルで、撮っておりますけども、400撮っても、とりあえずその人工の照明にはなんか強いみたいで、
結構しっかりね光が当たってるとこが、改造されております。こちらもねちょっとシャドウになった部分をね、出してるんですけどもね、まあこの400で撮ってこんな感じで、まあ400で撮れるんでね結構ね暗いところは、楽な撮影でした。まあ今回はねその F1 にねこの50mm の F1.4 を装着したんでね、相当暗いところでも400だったらまあなんとかなるぞって、開放で30分の1ぐらいしたらなんとかなるぞ、みたいな感じでね撮ってきたんですけどね、でね これね400で結局露出工程で撮ってるじゃんっていうね思ってる方いらっしゃると思いますが、そんなことはありません。僕はね400で撮る撮り味がおそらく好みであろうと、僕の好みであろうっていうことで400で撮りましたけど、ちゃんと100でも撮ってきてますでね、ここからはね、100で撮った時と400で撮った時、どんな感じに変わるのかっていうね、やってみました。で、3種類の被写体ね、3カット2枚ずつ100と400で撮ってます。で、先に100が出るのかな。でね、ここからはね、その作例、100と400で撮ったらどんな感じに変わるのか、というのをやっていこうと思います。はい、作例ですね。まずは100から、かなり明るい感じで映っておりますね。で400で、まあはっきりわかると思うんですけどね、その黒と暗部とね、明るいところ、ハイライトシャドウのね差がね100に比べて400がぐっと出るんですね。これものすごく僕の好きな調子で400の方が上がります。100の方はねちょっとさらっと映っちゃう感じなんですよね。ただねこれがね屋外になるとガラッと変わります。屋外はね100より400の方がねちょっと色調が変わっているように気がしますね。ちょっと青っぽくなるのかグリーンっぽくなるのかな、ちょっと僕はグリーンがあんまり見えてないんでわからないんですけど、太陽光下ではその緑転びとか青転びするような感じ、になるのかなってこの1枚目では思いました。で、まあ、見ていただければわかるんですけどもね、やはりねその特に人工照明では400の方が、いい感じに映るという感じがします。だから、ただ白暮の時間とか夜のね、照明下ではね400で撮った方が断然味が出ると。で昼間はねあんまりおすすめしない、フィルムになります。昼撮るのはあんまり美味しくないんじゃないかなと思うんですよね。サイドが低いカラーフィルムという感じでね、僕は昼間は普通のねカラーネガの方がいいと思いますね。だから、ただ、コダックのエクターやとかね。まあ、富士ですと、富士はもう400はあれか。一つしかないのか。まあ、そんな感じでね、普通のフィルムで撮った方がいいように思います。で、白暮の時間とかね、夜、の街を撮ったりね、そういうのが美味しくなると思います。でね、ここからはね、これね、全部スキャナーで、フィルムスキャナーでスキャンした写真になるんですけどね。今回カメラの北島さんにね、現像を依頼したんですよ。現像のみで依頼したんですけど、これは面白いって店長さんがね、これは面白いからちょっとね、プリントしてみた。で、プリントした写真がね、これなんですけど、まあこれ1枚目100で撮った写真ですけどね。で、2枚目これ400かな？うん、400。もう明らかにね、プリントしたらよくわかるね、これ露出不足のね、露出不足の色になってるんですけどもね、これが面白い色。これね、で、この写真。この写真はね、400で撮ったんですけどね、スキャナーでね、スキャンした絵よりもね、はるかに味わい深い絵になってます。これね、この写真は大差ないんですけどもね、この2枚は大差ないんですけど、今回ね、この写真ね、この写真、これね、もうスキャンしたやつよりビンビンにいいんですね。これ影が作っちゃう、指の影ができちゃう。このフィルムね、まあ全部プリントしろとも言わないですけど、プリントするのが非常におすすめになりますね。もちろんその印画紙焼き付けの状態とかお店で変わりますんで、好みの仕上がりになるかどうかはわからないんですけども、まあそこがまあギャンブル、フィルム写真、銀塩写真のギャンブルになるんですけどね。僕はこれスキャンして、そのデジタルで、表記するよりは、
プリントした方がいい味が出ているように思いました。そんなわけでね、このフィルムね、ものすごいね、ギャンブル的な要素がてんこ盛りにあるんですね。つまりね、撮って出すまでわからないと。それが非常に面白いですね。だから何度でもチャレンジできるし、露出を変えても絵が変わるし、とにかく面白いフィルムだと思います。で、現状の販売状況なんですけども、北村の店舗さんにはもうないのかな？でもね、ロモグラフィーさんの直販サイトではまだ在庫ありってことになってまして、1本1730円で販売してます。で、1万円以上購入すると、送料が無料になるということなので、まとめて6本購入とかね、いきなり6本ちょっとお金に余裕がある人になりますが、6本か、6本で7、6、4、12、うん、やっぱり1万円超えてくね、ギリギリ1万円超えてく1万円フィルム代に出すっていうのもね、どうかなとは思いますが、いや、面白いフィルムであるのに間違いはないです。もしね、都市部とかでね、まだこのね、店舗に、北村の店舗さんにね、ロモグラフィー、メトロポリス東京、このフィルムが残ってたらね、もう即、ゲットして、いや、遊んでみてください。本当に面白いフィルムです。今回ね、その、高橋のカメララボの高橋様にね、提供いただいてね、遊ぶことができました。本当にありがとう、ありがとうございます。僕もね、また買って使ってみようと思いますが、どうもロモグラフィーのログインの仕方がわかりません。ちょっと勉強してからになるから。今日のね、動画、フィルム紹介になりますね、今回はね。に、このぐらいになっていきます。で、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿のコーナーは、ペンネームサトシ8000さんからですね、タイトルが日の出ということですね、カメラがね、ヤシカエレクトロ 35GT フィルムは富士カラー100になりますね、1枚だけですね、で写真なんですけどもね、これ日の出のね、太陽をギリギリレンズに入れない状態で、これ漁港かなんかの倉庫かな、を撮られております。結構ねフレアが綺麗に広がっていて印象的な写真になっておりますね。富士カラーの100ということでね、サイドは低め、忠実再現のフィルムになっておりますが、まあこういう写真もいいものですね。もうちょっと僕だったら、もうちょっと被写体に近づくかな。まあそれは僕の好みなんですけどね、大きく撮るのが好きなんでね。はい、サトシ8000さん、ありがとうございます。で、次が、ケンちゃんさんですね。作品投稿です。前回はタイトル画面ありがとうございます。冬の緑地公園の池木々です。ニコン F4S、80-200mmF2.8D、プロビア 100F。いつもはカモがいるのに、この日はおりませんでした。ということで写真なんですけどもね。これはね、これ逆さみたいに見えるんですけど、これ池に映った木々ですね、おそらく。うん、そうなるかな。ちょっと、池の中からこれ木が出てるのか。これ面白いですね。池から木が出てて、さらにそれが反射で池に映ってる。それでちょっと分かりにくい写真になってるんですね。もうちょっと、光が欲しかったかもしれないけど、光が出たらこれ反射が消えちゃうのかな。難しいところではありますが。はい、ケンちゃんさん、ありがとうございます。次がね、これ、トシトシさんでいいですね。中年おたけさん、お疲れ様です。いつも楽しく動画拝見しております。早朝スタート勤務のため、ゲリラライブ参加できてなく申し訳ありません。人との接触を避け、朝早い時間に駅前スナップ撮影してきましたので、作品投稿させていただきます。タイトルが思いつきませんでしたので、タイトルなしでお願いします。某有名ブランドのショーウィンドウを撮影し、現像をスキャンして気づきましたが、ちょうど良いタイミングで高速バスが反射して映っていました。モノクロ撮影、現像デビューから第2弾です。ご指導のほどよろしくお願いします。ということで、カメラ、キャノン FTB、レンズ FD50mmF1.8 銀縁、フィルムがオリエンタルニューシーガル100、現像富士スーパープロドール1:1希釈、
5分30秒、エプソン GTX820 でスキャンしたということですね。で、写真なんですけどもね、まあ、そつなくまとめてるんですけどもね、もうちょっと絞り込んでもよかったかもしれませんね。あの、反射でバスが映ってるんですけど、僕だったらね、もっと大きく撮って、トリミングしてね、タイトルはね、バス通りの憧れの店とかね、そんな感じにするかな。まあ、トリミングするとしたら、こんな感じかな。こんな感じね。ちゃんとバスが映っておりますがね、これでいいんじゃないかなと思うのは僕だけでしょうか。まあ、大きく映すのは僕の好みでもあるんですけどね。トシトシさんありがとうございます。次がね、これは、まさくまさんですね。おたきさんいつも YouTube 楽しく拝見させていただいております。初投稿です。よろしくお願いします。2枚です。1枚目はカメラがカロフレックス2眼レフ。レンズプロミナー 75mmF3.5。フィルム富士カラー160。タイトルはフェンス越しの風景。2枚目がね、トップコンユニ。レンズ UV トップコール 53mmF2.0。フィルムホルガ400です。お題はね、カラーコーン待機中です。以上よろしくお願いしますということで作品なんですけど、この1枚目。これはね、もう本当にカラーで撮ってドンピシャ。光は全くないんですけどね、それがこの殺風景さにね、味を加えておりますね。で、これモノクロだと多分ね、向こうのね、緑が映ったくなるんでね、同じ色になってしまうんで、わけわからんくなるんで、これカラーで、まあ、比較的サイドが少ないね、フィルムですよね、160。で、撮ったということで、モノクロに寸前近いけど、カラーで撮った、まあ、いい感じで映っております。で、2枚目なんですけど、面白い写真になりますね。ロードコーンがね、ぐるっと回ってるんですけど、この中だけ駐輪禁止なのかとか、そういうニュアンスに見えますが、これま、準備なんでしょうね。多分お店が閉じてる時にこれ出すんでしょうけど、古着屋さんのね、ロードコーンなんでしょうね。はい、バサクマさんありがとうございます。次が、これ最後、次で最後かな。清高です。いつも動画楽しみに拝見しています。作品投稿いたします。ミノルタ X500 MD ロッコル 50mmF1.4 コダックウルトラマックス400で撮影しました。この年、この季節の風物です。一つ目は、12時の中華街。人が閑散としてて賑やかな通りの色もどこか寂しい気がします。もう一つは、家のアジサイです。天気の良い日に撮影しました。ということですね。で、作品なんですけどもね、ものすごい色で映ってありますね、この1枚目。中華街なんですけどもね、まあ、中華街ってことで赤とか黄色が多いんですけどね、それが写真に花を添えておりますが、人が全然いないのが寂しいとこですね。うん、ものすごい写りで、で、2枚目の家のアジサイっていうことで、緑も結構いい色で発色しておりますね。やはりね、ミノルタのレンズね、カラーを撮ったらいい色が出ます。緑が綺麗だね。そんなわけでね、清田さんありがとうございます。今日の作品投稿このコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ファーストインパクトペプさんですね。俺のカメラのコーナーへ投稿はビデオカメラでも大丈夫でしょうか。一応投稿します。先日目黒の散歩カメラでシングル8のジャンクを20円で購入し、20円かよ。1976年発売のフジカサウンド ZXM300 です。電池を入れたところモーターが回ったのでフィルム入れて撮影してみました。動画はね、ちょっとね、説明欄にリンク貼っておきます。動画を貼っつけるとね、アプリが落ちてしまうんでね、YouTube のね、結構長い動画になりますがね、かなりね、懐かしいというかね、いい写りしておりますのでね、説明欄の方にリンク貼っておきますので、動画はそちらからお願いしますね。昭和な感じのレトロな感じに撮れました。ただし2分半の映像でフィルム代と現像代が6820円、データ化で5400円、撮影するのに合計1万2000円がかかりました。ランニングコストがもう少し安ければもっと撮りたいですってことです。20円のカメラで1万2000円かけて何倍なんですか
いやー、撮影にお金がめちゃくちゃかかりますね。まあ、デジタル化っていうのもあるんでしょうけど、これ映写機でね、見るだけだったらね、そこまでお金かからないんでしょうけど、枚数がね、半端じゃないですからね、これ1秒間に何枚撮るんだっけ ?24 枚ぐらい撮るのかな ?30 枚ぐらい撮るのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、データ化もね、半端じゃないでしょうね。フィルムの長さも長くなりますしね。はい、ね、面白いカメラ投稿ありがとうございます。ビデオカメラの投稿も OK ですが、フィルム限定とさせていただきますね。そんなわけで、今日の俺のカメラはここまで。ちょっと待機者出ておりますが、少々お待ちくださいね。で、ここからは、やったーやっちまったのコーナー来てますんで、やったーやっちまったのコーナー行きます。はい、やったーやっちまったコーナー。今日は佐賀 B28、名古屋さんの、やったーなのかな、これ。おたきどのこんばんは、佐賀 B28 です。今回、やったやっちまったコーナーへ投稿です。おおむね自分で壊してその修復という状況なので、差し木ゼロってことで、やっちまった感が大きいです。先日見つけたジャンクのワインダー A2 付き、キャノン AE1。軍艦部や名板などメッキ部分はサビが起き、ファインダーはカビだらけなので、カメラ本体は見捨て、手持ちの AV1 用にワインダーだけ使う気で2000円で買ってきたのですが、ワインダーは見逃しの液漏れ。しかし想定内ということで、腐食を落とし、ハンダメッキでワインダーは復活。見捨てた AE1 本体には比較的新しい電池が入っていて、動作だけは正常なので、レストア欲が湧いてきました。サビとカビはひどいですが、ダメ元で清掃開始。巻き上げればシャッターダイヤ等を外し、上カバーを持ち上げた段階で通行のミス。パシッと糸が切れました。やっちまった。しかし、見ると糸は左右の円盤を連動させていただけ。円盤の角度さえ分かれば何とかなりそうで、画像検索で AE1 修理中の写真を探し参照。糸はラジオの選曲ダイヤル終了に買っていた釣り糸のラパラ社製 PE ラインで貼り直して、最近の PE ラインって強いんですよね。約18キロに耐えるこのラインなら切れません。ブルーの PE ラインが綺麗でなってくるんですね。メキパズリは洗剤に浸し、ブラシで研磨、接岸部のカビは通常の方法では落ちなかったので、カビハイターに浸し、プリズム他は磨き上げ、ほぼ綺麗になったので元通り組み立て作業。気になるのが巻き戻しクランクの傾き、水平にしようとクランク部に力を入れた瞬間、パキッ、シャフトのネジが折れました。無念、最後の最後でこの挫折感。しかしシャフトは真鍮製の模様、ドリルを立てたら比較的容易に削除できました。掘削か、ならばと、ピンパイスで慎重に垂直にタップが切れる深さまで穴を開けていきます。手持ちの 3mm タップでネジ穴を切って穴に 3mm 鉄ネジをねじ込んでなんとか修復。もう糸も切れないしシャフトも折れません。一度見捨てたカメラが綺麗なカメラとなり、挫折に対する勇気もついて、結果的にはやったーなのかなと。最後はラパラ社製の B ラインとフィンランドお土産の同社のルアーの写真ですということなんですけどね。いやー、これね、ちょっと僕はね、実はね、タップがめちゃくちゃ苦手です。タップが苦手ですしね、ドリルもね、使えないんですよね。使えない、苦手なんですよね。これ、シャフトをね、バイスかなんかで固定して、まあおそらく作業したんでしょうけど、まあバイスがあるということですね。バイスないよ、バイス。普通バイスはないぞ。まあそんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。今週の動画はね、これで終わりになります。先日ね、稲垣吾郎さんにね、紹介していただいた上にね、マキリナさんからもね、紹介していただいて、このお二人のね、紹介でぐーんとね、視聴者、登録、チャンネル登録が増えております。で、特徴的なのがやはりね、女性視聴者がぐんと伸びてますね。この3日間でなんと4ポイントもね、あ、0.4 ポイントもね、女性視聴者が伸びてます。たった3日でね、相当な数だったと思いますね。で、マキリナさんに紹介された、って、もしね、僕の動画を見に来てる方は、まあ完全にガチ勢ですよね。僕にとってはマキリナさんの方がもしかしたらプラスになるかもしれません。視聴回数で言うたらね。まあマキリナさんと、僕との温度差が気に入らないっていう人はもう去っていくと思うんですけど。で、稲垣さんのね、稲垣吾郎さんの紹介で来た方は多分ね、そんなに見ないと思うんですよ、僕の動画はね。一回見ただけで終わりとか、そういうパターンになっていくんでしょうけど、数が結構な数になるので、
まあおそらく稲垣さんのファンは女性で、フィルム写真なんかやってない人が大半だと思うので、その人がもしかしたらフィルム写真をするようになるという意味では稲垣さんの紹介は非常に有意義であったと思います。どちらのね紹介もね本当に感謝しています。前回のねライブではねちょっともうねマキリナさんのことをねちょっと忘れてた、ぶっちゃけ忘れてたんですよ。稲垣さんのその事件がデカすぎてね。マキネさんすみません。忘れておりました。もうあまりにも大事件だったんで。でね、まあ、すごくね、再生回数はそこまでは伸びておりませんが、チャンネル登録はね、ものすごいことになっております。このままね、トップ YouTuber の仲間入りとかいうね、Twitter のコメントもありましたが、そんなことは全然ないです。まあ、ありえないでしょ。そんなわけで今日の動画は終わって、いや、そんなわけなんだけどな。で、来週はね、まあ、いろんなカメラで撮り切ったんですけども、どれで行くのかな？ちょっと、こうご期待。多分ね、女性視聴者がちょっと一時的に増えてますんでね、オリンパスペン E2 行くかな、女性でも簡単に取り扱えるハーフサイズフィルムカメラ、うまく撮れてたらの話ね。そんなわけで今日の動画はおしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメントの方ね、ぜひぜひお願いしますね。コメントの方ちょっと追いついておりませんが、頑張って全部返しますので、コメントよろしく。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただけたらと思います。で、チャンネル登録ね、ボーンと増えましたが、もう多分ね、お祭りはこの辺で終わっていくと思うので、まだチャンネル登録してない方はね、ぜひぜひね、芸能人に紹介されるような動画になってますんで。いや、本当にびっくりですね。まあそんなわけで、今日はおしまい。また来週をお待ちください。それではごきげんよう。さよなら。